吉中さんが就活の場に選んだのは兼六建設。金沢市松島に本社がある建設会社です。今回見学させていただく吉中です。本日はよろしくお願いします。兼六建設の山本です。よろしくお願いします。それでは現場の方を見ていきましょう。はい。今回本音で語ってくれるのは入社1年目の山本さん。実は吉中さんが通う大学の OB、 先輩後輩の間柄です。山本さんの働く場所兼六建設は社会インフラの整備を中心とした公共事業をはじめ、医療福祉施設、商業店舗、マンション、オフィス、工場など様々な用途や規模の建築物を手掛けている会社です。今回訪問する場所は兼六建設が現在施工中の施設です。こちらの現場でのポイントを教えてください。はい、まずこの工事ですが、はい、屋内運動場を作っておりまして、ポイントとしましては、まあ、今内部作業を行ってますが、外観の躯体形状が非常に細かい形状となっておりまして、はい、サンプルを作りながら、形状を確認し、施工して、今に至っております。施工で の、 その大変な部分とかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、やはり、工事期間というのが定められていて、今現状職人不足がありまして、作業はなかなか思うようにいかないというのが現状です。この屋内運動場のような大きな施設をその兼六建設さんは携わっていると思うんですけど、はい、こちらの屋内運動場以外で、はい、携わったその建物とかを教えていただきたいんですけど、はいはい、ただいま当社の方で、手掛けているのが県の建物でありますネズミ公園、あと近江町再開発事業というのを手掛けております、はい、山本さんがこちらの業種を選んだきっかけや理由があれば教えてください。自分は初めは、現場監督として現場を管理する方ではなくて、現場に出て働きたいと思ってたんですけど、お客さんに完成させた建物を引き渡す感動と、あと地図に残る仕事っていう一つの大きなやりがいがあるなと思ったんで、現場監督をやるきっかけになりました。現場監督をしていて、その大変だったこととかっていうのは、自分は入社して1年目なので、何もかもわからない状況からのスタートなので、やっぱ今やっていくこと全てが初めてなっていくんで、今やってることは要するに覚えることも含めて大変ですね。山本さんが就活をしていく上で必要だったことを教えてください。就活をしていく上で必要なことは、自分が思ってるのはやっぱ自分に合った就職先が重要だと思ってるので、企業の情報をできるだけ多くホームページなどを活用して把握しておくことと、あと会社の雰囲気ってやっぱどうしてもホームページとかだけだと分かりにくいと思うので、実際に企業訪問して会社の雰囲気とかを知っておくってことが重要だと思います。インターンシップとか何社ぐらい行かれましたか？またどのようなところを行かれましたか？自分はインターンシップは兼六建設しか行ってなくて、で兼六建設も会社の雰囲気だけじゃなくて、実際に現場で現場管理しているところを見せてもらいました。そのインターンシップからそのこちらの兼六建設に決めたっていうことですか？そうですね、会社の雰囲気が自分に合ってると思ったので兼六建設に決めました。吉永君は大学院に行く予定ってありますか？そうですね、その大学院を一応少しは考えたんですけど、それよりかはその早く社会人になって親孝行したいなっていうふうに考えてます。実際に仕事をしていてどのようなやりがいがありますか？とまだ自分入社して1年目で一つ目の現場なんで、完成した建物をお客様に引き渡す感動とかやりがいはまだ感じられてないんですけど、現場監督として0から10までの業種、さまざまな業種がある中で、いろんな職人さんと話しながら一つの建物を完成させるっていうことにやりがいを感じています。では
本音で語る兼六建設の求める人材とは。兼六建設の強みは人材です。来年70周年を迎えます。70周年の間には県の代表的な建物や町のシンボル的な建物を多数手掛けています。次の30年、100年企業に向かって熱い気持ちで建築物の施工に携わってもらえる人材を求めています。吉中さん、兼六建設の本音は見えましたか？実際に兼六建設さんの現場見学をして、その建設現場での大変さや忙しさを知ることができたのがとてもいい機会でしたし、またその先輩と本音で語り合うことで、その就職活動に向けて自分が今何すべきかなどを知ることができて、自信を持つことができたのでとてもいい機会でした。